球に意識を向けるための呼吸の瞑想。私たちは普段無意識に呼吸をしています。呼吸に意識を向けることで、私たちは肉体を持ったスピリチュアルな存在だと逆に気づくことができます。2020年6月21日に新月と夏至と部分日食を迎えるというタイミングで、私たちが本来はスピリチュアルな存在であるということに意識を向けてほしくて、この呼吸の瞑想の誘導瞑想を朗読させていただきます。呼吸に意識を向ける。自分の呼吸を意識してください。自然なペースで呼吸をしてください。自分の呼吸に耳を傾け、呼吸を感じ取ります。呼吸が連続的になるようにしてください。吸う息と吐く息とが変化せず、一つながりになるようにします。雑念が起こったら、ただそれに気づき、手放していきます。そして呼吸に意識を戻してください。雑念が起こったら、ただそれを認め、手放していきます。そして呼吸に意識を戻します。普通の速度で呼吸をしてください。連続的な呼吸になるようにします。意識は呼吸に向けたままでいてください。そして同時に体の方にも意識を向けていきます。自分の体の中に起こっていることを意識してみてください。自分の足が床に触れていたり、体に何かが触れているでしょうか。それらの感覚を分析せずに、ただその感覚を感じていてください。できたら、足は床にしっかりとつけていただき、もし寒くなかったら、靴下も脱いで、裸足になってみてください。そして感覚を感じ、どんな感覚であるかに気づき、次のフィーリングを見ていきます。雑念が起こったら、ただそれを認めてください。そしてそれを手放し、呼吸に意識を戻します。自分の体の方へ意識を戻します。体の中に何らかの感覚がないでしょうか。それらの感覚を分析しないでください。呼吸に意識を向けたままでいてください。そして連続的な呼吸を続けます。それでは自分の感情的な部分に意識を持っていってください。何らかの感情がないか見てください。ただ気づくだけで結構です。分析をしないでください。自分の肉体的な体と感情的な部分に意識を戻します。そして呼吸のパターンはそのままに維持します。どんなフィーリングがあっても分析しようとしないでください。雑念も通り過ぎるままにしておきます。ただ認め、手放します。そしてその感覚の部分に意識を戻します。今度は自分の体の内側を意識してみてください。自分の体の中にエネルギーの流れや
動きがないか見てみます。特に心臓の中枢あたりに何か動きがないか見てください。心臓の鼓動ではなく、脈動が感じられるかもしれません。ドク、ドクというような音が聞こえてくるかもしれません。呼吸を続けてください。雑念が起こったら、ただ認め、手放します。体を意識したままでいてください。体の中にエネルギーの動きがあるかもしれません。ハートセンター、心臓の中枢の周りにエネルギーの渦が感じられるかもしれません。全身をエネルギーが駆け巡っているかもしれません。実際に肉体的な感覚があるかもしれません。体のどこかが熱くなるかもしれません。どこかが振動しているかもしれません。ちょっとした筋肉の振動などがあったら、ただそれに気づいてください。分析しないでください。そして呼吸に意識を戻します。体の中の感じに意識を戻します。それでは、ハイヤーセルフにその存在を示す合図をもらいます。これはあなたの便宜を図るためのものです。ハイヤーセルフはいつもあなたのそばにいます。ただ、間違いなくそこにいるということを確認するために合図を送ってもらいます。もう今までに感じたものかもしれません。あるいはエネルギーの動きや筋肉の動きかもしれません。光やイメージ、フィーリングかもしれません。どんなものであれ、そのままに受け取ってください。その感覚を分析しないで、ただそれに気づいてください。意識は呼吸に向けておいてください。自分の体を感じ取ります。エネルギーの動き、筋肉の動きに注意してください。ハイヤーセルフからの合図に気をつけてください。最初は何も感じられなくてもがっかりしないでください。時としてしばらく練習が必要な場合があります。分析はしないでください。そして呼吸に意識を戻してください。体の中に何らかの合図の感覚がないか見てください。ハイヤーセルフからの合図はいつでも気持ちのいいものです。もう一度呼吸に意識を戻します。そして自分にアファメーションを行います。私の後に続いて実際に声に出して言ってみてください。私は私です。私は内なる生ける魂です。私は神聖なる光の子です。今日から毎日、私は自分の内なるこの神聖な美しさを、私が出会うすべてのもの、すべての人へ輝かせていきます。そして、その内なる美しさを、同じように、私が出会うすべてのもの、すべての人々の中に見ます。私たちは、一つの魂です。私の本来の姿は、神聖なる光であり、私の人生は毎日毎日それを示していく人生です。私は私です。以上、アファメーションは終わりです。呼吸を意識したままで自然呼吸へと戻していきます。そして、自分の体の感覚を感じてください。少しずつ動かします。
かし始めます。瞑想から戻ってくるときは慌てずにゆっくりと戻ってきてください。今この場所へと意識をゆっくり戻してください。体をゆっくり動かします。それでは完全に目覚めた状態に戻ってください。準備ができたと感じたら目を開けます。これで呼吸の瞑想の誘導瞑想は終わります。ありがとうございました。